ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は自分のスマートフォンの電話番号を調べる方法をご紹介します。携帯電話の場合ですと、メニューを立ち上げて0を押したら自分の電話番号が表示されたんですが、スマートフォンの場合も自分の電話番号を調べる方法があります。今回はその方法についてご紹介したいと思います。自分の電話番号を調べるには、まず設定アプリを立ち上げます。ほとんどの場合、設定アプリはこのような歯車のマークをしています。設定アプリを立ち上げますと、下の方にスクロールしていきます。下の方にシステムという項目があるかと思います。そちらをタップします。そしてこのシステムという画面の一番下に端末情報という項目があります。今度はこちらをタップします。そして今度は上から2つ目、端末の状態、電話番号、電波状態などという項目があります。こちらをタップします。今度は上から3つ目、SIM のステータス、こちらをタップします。そうすると次の画面の少し下のところに電話番号という項目が表示され、その下に自分の電話番号が表示されます。今回ご紹介した方法で、今使っている自分のスマートフォンの電話番号を調べることができます。ということで、今回はスマホで自分の電話番号を調べる方法をご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。